アピタモリア店は、茨城県モリア市久保家級2丁目のショッピングセンター内に、かつて存在し、各店舗となっていた総合スーパーである。2009年2月に解消される前の SC 名称は、サンテラスモリアと称した。上層ニュータウン北モリアの開発に伴い、建設された。建設時は周辺に、スーパー等がなかったが、北モリア地区及び、 周辺地区の日常生活に必要なものを扱う商業施設としてユニー森屋店を各店舗として開店した。現在は近隣に商業施設が多数あるが、かつては北森屋地区の日常的な商業施設としての地位を保っていた。百九十三年六月十三日に延べ床面積を約点三倍の約一万八千平方メートルに 増称、新たに SC 名をサンテラス森屋都市改装開店した。ピーク時と比較して売り上げが半減したとの理由により2016年2月に閉店となった。施設の1階から2階にわたり存在した閉店後の後フロアは北森屋連絡協議会が中心となって森屋市議会や施設所有者の新都市サービスに後継商業施設の誘致を請願していたが、 霞が出店を決め、フードスクエア霞、森屋久康が、岡店が、同年11月25日にオープンしている。なお、各店舗の閉店であり、別棟のテナントである、上用銀行北森屋出張所のほか、一部のテナントは、アピタの閉店後も営業していた。ファッションクラッシュグルメサービス。ありがとうございます。